今から7、8年前、全身タイツ姿でヌーブラを身につけ、ヌーブラ、ヤッホー、なるギャグをかましていた女性お笑いコンビがいた、萌えれん、だ。しかし、ヌーブラのメーカーからお叱りを受け、いるのか、地下鉄銀座駅そばの喫茶店に現れたのは、萌えれんの、赤い方、の池部愛さんだけ、青い方、の久保いろはさんは結婚を機に去年12月、引退したそうだ。相方に、引退して家庭に専念する、と聞かされたのは、入籍が近くなった去年の夏でした。お相手が一般の方だったこと、するのは難しい、と苦渋の決断をしたみたいでしたね。もともと彼女は一途で、器用なタイプじゃなかったんです。池部さん、残念そうにこう言った。引退、と告げられた夜は寂しくて、泣いちゃいました。でも、結婚なら仕方ない。そこで、じゃあ、私はこれからどうしようと考え、これまで以上にラジオのパーソナリティとして成長していきたい、と思いました。埼玉のラジオ局ナックファイブで生番組のパーソナリティ、12年10月からピンで埼玉のラジオ局、FM、ナックファイブ、の生番組、もなか、月から木、9時から12時40分、を担当している。萌えれんでは相方が進行して自分はボケだったから、最初は私一人でできるかなとか、生放送で7時に局入りのために毎朝4時半に起き、電車で大宮まで1時間20分かけて通うなんて大丈夫だろうか、と不安もありました。だけど、今はそれも慣れ、放送のない金、土、日も川越や秩父なんかに出かけ、ネタを拾ったりしてます。で、お笑いはもう卒業、やらないと決意したわけじゃなく、舞台女優としてもやってみたい、とかいろいろ考えてます。ただ、まずはパーソナリティで一人前の仕事をしなくちゃ、次はないですから、他の方のラジオ番組や、人始末元の滑らない話、ってテレビのバラエティ番組などを見聞きして、トークの参考にさせてもらってます。自分も結婚、という手もあっただろうに、35歳までにはしたいですね。でも、婚活には気遅れしちゃって、母親がすごい心配して、結婚相談所の申し込み書を書いてんねんけど、あんた、職業欄に何て書いたらいいの？って電話が来たこともありました。私は仕事を続けたいんで、こんな私を選んでもらえるなら、相手の方の条件にはこ